皆様こんにちは本日はキャリアコンサルティング技能士二級学科試験対策のウェブ講座のガイダンスを行わせていただきます私はレック専任講師の小沢光一と申しますどうぞよろしくお願い致しますまずこのガイダンスでございますけれども二級技能士試験を学科受験するに際してどのように 勉強をしてどのように実際の過去問題をアプローチしていったらいいのだろうかとその受験者の皆様のために作りました講座です。使っております,使っております教材がですね、えー、国家資格および二級技能士双方に対応したキャリアコンサルタント合格の取説この書籍とですねまた講座の中では 二級技能士の過去問題この実際の過去問題の解説も含めながらどのように勉強していくかというのを作っってている講座となっておりますえつまりですね過去問題を単にこの全て解説するといったものではなく勉強の仕方の内容ですね どんなところに着目して何を勉強していったらいいのだろうかと、それを考えまして作っておりますので、どのような講座か概略ご説明をさせていただきたいと思います。はい、えー、まず過去問分析に基づくアプローチです。キャリアコンサルタント合格の取説書籍はですね、二級技能士に関しては。 2015年以降の全ての問題750問、えー、さらに国家資格キャリアコンサルタントは2016年に行われた第1回以降の全て合計で1,800問を取り扱って分析しています。分析に際しては試験出題範囲を法律統計理論その他というふうに分けております。 法律は法律と制度運用統計は労働市場に関する調査統計そして理論はキャリアコンサルティングの理論とかメンタルヘルスですとか面談技法などからの出題そしてその他に関しては倫理や役割などといったところからの出題を分析をいたしております。でまずですね2級の受験準備では国家資格キャリアコンサルタントの過去問題も有用というところ。 こちらについてちょっと補足させていただきます。この合格の取説は過去問題としては国家資格とそれから二級技能士両方を分析していると申し上げました。これなぜかと申しますと二級と国家資格でですね相互に乗り入れをしているような問題、全く同じようなあの論点が問われる問題。 それから国家資格で先に問われて次に2級2級がと先に出て国家資格こういったものがあるんですねそれがどのようなものかをもう一回見てみたいと思います2、えー、級技能士と国家資格のキャリアコンサルタントでは難易度については両者で大きな差はない問題というのも多くございますそして今申し上げましたように双方で出題されている論点がございます 論点というのは何を問うてくるかというところですねそしてですね国家資格キャリアコンサルタントの試験から二級技能士の順に本試験で実は出題されたというものがあるんですね、えー、比較的新しいものから見てみますと国家試験の第21回問いの19というところでですね統計で 宿泊・飲食・医療・福祉の業種における労働市場これは具体的にはこのこれらの業種での労働市場の状況が上向きなのか下向きなのかといったあの内容の論点が問われているんですけれども、えー、国家資格の21回っていうのが行われてそこで出題されてそのすぐですねすぐあとに行われた同じ年の,あの 年度の中で行われたですね2級の第29回という試験でほぼ同じ論点が出されています。ということは国家資格のキャリアコンサルタントの試験をもし見ておけばおやおやっていうことでこの2級の第29回がアプローチできたというものがあ,のあるわけですね。そしてもううつはです、ね、公務員に労働契約法が適用されるんだろうかという法律の問題ではですね 国家資格の第8回で出されたのが2級の第21回で問われていると他にも複数出題,題事例が見受けられます国家試験のアプローチ過去問題は同じ論点が繰り返されて問われるということですあのこれどういうことかと申しますと国家試験は実務を行うにあたって必要最小限は知っておかなければならないような 重要な事項なども出してくるわけですねそうしますと重要な事項に関しては繰り返し繰り返し問われることがございますしたがって過去問題をアプローチする見るということは非常に重要なわけですではえ一つそのどんなふうにアプローチするのかというのを見てみたいと思います最初は法律の問題からです 法律の問題の品質の論点よく出てくるのは職業能力開発基本契約や労働関係の処方令、まあ、労働基準法とかそういったものから非常によく出されます。で、えー、皆様ここでですね、えー、よろしければ一旦画面をストップさせていただきまして学科の過去問題などをダウンロードしてお手元にご用意いただくとよろしいかと思います。 お手元に二級技能士の第29回の過去問題をご用意いただけますでしょうかあのなくてもですね、あの私の方で補足させていただきながら進めたいと思っておりますまずこの二級の過去問題、問いの19というものから見ていきたいんですが問いの19、高年齢者雇用安定法というのが出てまいります 高年齢者雇用安定法に関する次の記述のうち正しいものはどれかというのが出てくるんですね。えー、足の 1. 事業者が定年を定める場合は、定年年齢については会社の年齢構成等を考慮して事業主が自由に設定することができるんだろうかとか、まあ、こういったあの論点が出てくるわけです。で、えー、それをですねどのようにアプローチしていくかというのをこれからあの。 講座の内容を踏まえてご紹介をしていきたいと思います、えー、高年齢者雇用安定法からの出題でございますけれどもまず法律の問題を読み解くにはまず何よりですね、その法律がどんな目的で作られているのかというのを理解しておくとアプローチがしやすいです、えー、この高年齢者等の雇用の安定等に関する法律というのは どのような目的か、これは法令の法律の条文からのそのままのコピーですので、もうそのまんまなんですが、強調している赤いハイライトの部分だけ、今ここでは読ませていただきます。もって高齢者等の職業の安定、その他福祉の増進を図るとともにと書いてあります。 えつまり高齢者等の職業の安定や、まあ、その他福祉の増進を図るんだということですね。えーまあ、このスライドのです、ねえー、下の「参考高齢者とは何歳」っていうところはこれはあの今日はガイダンスのご説明ですので、えー、画面だけの投影といたしまして内容については割愛をさせていただきます。そしてです、ね、この問の問いいでございますけれども 高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえますとキャリアコンサルタントの学習者の常識でアプローチしていきますと問いの19の足の1と3はですね違和感を感じて、まあ、比較的こうすぐにあの落とすことができる選択肢ともいえます。足の1ですね足の1 え事業主が定年を定める場合定年年齢については会社の年齢構成等を考慮して事業主が自由に設定することができると、まあ、これ例えば会社の年齢構成が若手側なのかとかいろいろございますけれどもそれを考慮して定年の年齢を自由に設定できちゃうんだろうかそうするとですね例えば非常に若手の人ばっかりばっかりとか若手の人が多いようなところでですね、えー 設定を定年年齢下げてしまったらどうなるんだろうかってそういう違和感を持ったアプローチでまず足の位置を見るわけですえ次に足の3ですえ継続雇用制度を導入する場合事業主は過半数労働組合等との労使協定の定めに基づき継続雇用の対象者を選定することができる。え継続雇用制度これを導入する場合は 労使協定がある場合ですね定めに基づいて継続雇用の対象者を事業主会社側が選定選ぶことができるんだろうかあなたは継続雇用の対象者なんですよあなたは違うんですよとかってこうあの選ぶことができるんでしょうかここにも違和感を感じていただくというポイントになります。このようにですね えまず足の1のん非常に、あのー、キャリアコンサルタントの、まあ、常識的なところを持ってですね違和感を感じてまず2つこの選択肢を消去するわけですそうすると残る選択肢足が2つになりますで例えばですねここでまた画面戻らさせていただきますが足の4をご覧いただきますと 2021年,4月の2021年4月施行の法改正により事業主は70歳までの雇用確保措置を講ずることが義務付けられたとございます義務付けられたというのがあるんです。これのアプローチをこの合格の取説の実際の記述を持って見てみたいと思います。 まず、定年に関する論点というのがこの書籍に載っております。2000こちらですね。あのまあ、戦後日本の定年というのは55歳主流だったんですが、その後いろんな変遷をきております。で、その変遷の中でですね。ちょうど2021年に70歳までの就業の確保が努力義務となりました就業確保が努力義務です。これはあの？ 定年が努力義務じゃなくて就業確保ですね。これはあのえー、まあ何らかの方法により就業する機会を確保してくださいね。というのが努力義務になったわけです。で、このようにまあ、出題論点になりそうなところを赤く。まあ、太字にして強調しておりますけれども、もこれをですね。抑えるとともにですね。また合格の取説で特にですね。 この法令の,問題法令の問題に関してはですね攻略ポイントをご覧いただきたいんですが法律問題のアプローチまずは法律問題は法律が作られた背景や目的を知るんですよっていうのが鉄則ですとでその中にですね特に読む時に義務か努力義務かの違いを理解するというふうに書かせていただいているところがございます。これ非常に重要で 法律の問題では義務と努力義務これ違うものですからこの違いいいいを意識して読まないといけなとけんですね概ね義務はですね「えー、何々してはならない」とかですね「し,、あのー、しなあ義務失礼しました、えー、禁止事項ですね禁止事項ですとしてはならない義務ですとしなければならないしてはならない、えー、一切してはならないなどと出題されます。えー、努力義務は、 何々するよう努めなければならないなどと出題されるわけです。こちらがですね、あのまあ法律の問題を読むという時のポイントとなります。このようなですね問題を実際に解いていくに際してどのような点に論点に着目していくかというのをまあ講座の中では取り扱っております。ではですね次にもう一つ理論ですね。 理論の問題をちょっと見てみたいと思います理論編から持ってきましたサンプルでございますまず理論の問題の出題傾向ですけれども過去問題これデータで分析しておりますデータで分析をしますと約8割に関しては上位の品質の研究者から繰り返し出題されますまず研究者としてはスーパーシュロスバーグ社員に始まって ハン・セン・ロジャーズあたりまでのところが非常によく出ております。特にスーパーパはもう突出して多いんですねそれからですね品質の論点どんなところが理論では狙われるかといいますと発達課題と転機トランジションですねこの2つです。発達課題とトランンジション この2つからよく出されます。ではその品質の論点をもうちょっと見てみたいと思います。天気においては天気トランジション天気においてはブリッジズやシロスバーグからの出題、そして発達課題においてはスーパーシャインエリクソンです。これはまさに年齢世代ごとに乗り越えて成長をしていくための課題の理解というところで問われてきます。 他にはサビカスやホールの理論ですとか心理アセスメントツール心理アセスメントツールはこれ特にですね実際には触れることがなかなか難しい問題もございますけれどもそこから出てくるわけですねそれからシステマテマィックアプローチです。今まとめさせていただいた中で特に心理テストですね心理テストやアセスメントツールは あのなかなかですねネットを探しても現物が載っていなかったり、えーまあ、検査内容が公表されてしまうことを避けるためにあまり細かい情報が載ってないやつもあるんですねそれらについてはあの内容を著作権上、まあ、あ著作権に触れないでしかしどんなところが出題されるのかというところに限ってですね えーまあ、実物も狂覧いただきながらあの配慮をしながら解説をさせていただいております、えー、ではあ実際のですねスライドサンプルをご覧いただきたいと思います、えー、シュロスバーグシュロスバーグの 4, 4つの S これ非常に重要,重要で、えー、頻繁に出されますけども、えー、ここでは4つの S シチュエーションセルフサポートストラテジー えー、過去問でどれぐらい出てるかっていうのも見てるんですね第20回の「問い28」で出てきましたっていうのは29の28という意味です。27回の問い29 25 23とこうかなり出てるわけですねで出題論点というのは例えば引っ掛けですね4つの S に対してですね、えー サブジェクト、主題とか、サスティナビリティの S とかですね、持続可能性ですね。こういったものが国家資格キャリアコンサルタント二級技能士ともども出されたりしているわけです。そしてシュノスバーグの天気の理論に関しては、他にですね、成人の発達を考える際の四つの視点とかですね。まあ天気って何なんでしょうかということで。 例えば天気のですね、えー、まあ、解説などにも触れております天気のタイプですイベントもノンイベントもともに天気なんだどんなことかイベントとは予期していたことが起こる結婚子供の誕生転居などですもう一つは予期していなかったことが起,起こる予期していなかったこと失業とか病気とか事故とか死ですさらにノンイベント 予期,いい予期していたことが起こらない卒業できなかった就職できないんだ昇進できないんだといったことなどのです、ね、この出題論点というのをスライドとそれからこの合格の取説を双方を用いながらどこが論点なのかというのをまず確認をしてどのようにアプローチを考えるかというところを持っておりあの扱っております。 例えば具体的なですね、アプローチについて一つご紹介したいと思います。これはですね、合格の取説の書籍からのアプローチになりますので、まず合格の取説そのものをですね、ご覧いただいて見ていきたいと思います。合格の取説に、シュロスバーグの理論というのがございます。でここを見ていただきますと、 これ練習問題ですんであの過去問題ではないんですが、えー、シュロスバーグの理論に関する次のうち記述のうち適切なものはどれか1天気には事故や病気などの予期していなかったことが起こることも含まれる足の2天気には昇格できなかったなどの理解していたことあ失礼しました。 昇格できなかったなどの期待していたことが起こらなかったことは含まれないこれ今先ほどですね天気ってこんなもんですよってあのご説明させていただきましたように、えー、適切なのか不適切なのかということが整理をされておりますでこれを見ますというご説明がまずさせていただいた後にですね、えー、ちょっとご覧いただきたいのはですね足の三と四なんですが 芦野さん天気や変化は予測できるものであるとその研究から結論づけているこれは不適切な記述内容なんですねえ天気や変化は決して予測できるものでも人生途上でも誰もが共通して遭遇する出来事でもない人それぞれがその人独自の天気を経験して,しているとしていますと天気が予想できるものであるとは論じていません。ここ これ、れ過去問でも出されています。えー、こちらあの国家資格キャリアコンサルタントと2級技能士相互乗り入れということを考えますと以上のですねご覧いただいた足の1から3というのは双方の過去問から見ていきますとともに注意しなければいけない論点です。でもう一つこの練習問題にございます。足の4 天気に対処する資源として4つの I、労働・学習・余科が大切であるとしたとでこれはですね実はシュロスバーグの理論ではございませんで解説の方を見ると I、労働・学習・余科の4つの L ですね4つの L はハンセンサニーハンセンの理論なんですねで、ここでですねこの 問題なんですけれども。サニー反戦ンンからはどんな。論点が出ているかというのを例えばですね。この。合格の取説には研究者と理論の組み合わせ表といったものを用意しております。どのような。理論において。どの研究者が。 どんなあの例えば技法であったりキーワードであったりを使っているかですね例えばよく出てくるのでゲシュタルト療法はパールズです今こことかですねエンプティーチェアって出てくるとこれはパールズではないかというふうにこう当たりをつけるキーワードですねで見てみます先ほどのサニーハンセン4つの L 4つの例ではサニーハンセンですねということがこの組み合わせ表にございましてこういったですねあの過去問題でも年収問題でも解く時はですねいろいろとこう複数の情報があった方がいいんですねズバリ4つ選択肢がございますから4つの選択肢がある中で 1、えー、一つの選択肢は例えばもう完全にこれはもう自分で自信が持ってるってあったとしてもの残り3つとか2つで迷う時ってあるんですね。そのの時に何ら、まあ、かかきっかけががあるとアプローチができるだろううとといいことがございますで、えー、どこかでこの見たなどっかで見たんだよなっていうようなあの感覚ですねそれからあの確実に覚えてるなというものです。 で今のサニー・ハンセンの理論でいきますと、えー、合格の取説の中にはハンセンのですねハンセンの理論としてこちらですハンセンの理論キャリアを切るとパッチワークに例えましたまずパッチワークっつったらなんかハンセンですねとかですね4つの L 人生の4つの要素4つの L は 何でしょうかっていうのがここにあ書かれておりますこれ速習テキストというところに書いてあるんですけども引っ掛け注意というふうにですね、えー、ご案内をさせていただいておりましてこのようにですね一つの論点というのを複数の視点から見るにはどうしたらいいんだろうかとかその学び方準備の仕方を解説をしているのがこのガイダンスになりますえー、全てのですね過去問題の解説をしたり 合格の取説をですね全部最初から最後までこうご一緒に見ていくという,うまあそういった講座ではございません。えいくつかの特徴的な問題それからよく出されている問題これを取り扱ってピックアップしてそれがどんなアプローチをしていったらいいんだろうかということをですね扱っているのがこの講座です。 学科試験対策講座となります学科試験の対策は何より過去問題の繰り返しの演習とそれからテキストに載っております練習問題の演習になるんですねなぜかと申しますと例えば皆様の論述試験の対策をやられると思います論述試験の対策というのはまあ、ある部分 記述式でもってやる書くわけですけども。あの論述試験は？学科のですね。学科の知識を問うものではありません、えー、論述の中でいかにですね。えー、まあ、シュロスバーグの4つの s だって。こう書き連ねたところで、おそらく得点にはなりにくいんではないかと。私は想像します。えー、問われるのは学科においてはいろんな理論や法律や。 統計問題などがいろいろと出てまいりますけれども出されるのは4つの選択肢があるマークシートですマーークシートのどこを狙ってマークしていくのか何をピンポイントでマークするのかあるいはもうちょっと分かんないなピンポイントで正解分かんないなそうするといろんな周辺の情報から消去,消去法で明らかに違いそうだなというのからこう落としていくですねそういったアプローチなどいろいろあるわけです。 そのアプローチのヒントとなりそうなところをご一緒にいくつかの例を持って考えさせていただくというのが二級の技能士学科試験対策のウェブ講座の特徴となっております。ぜひですね、あのご活用いただきまして短期間そして効率的な勉強でもって合格されることを。 祈ってこのガイダンスを終了とさせていただきます重ねて皆様の合格を記念をいたしております本日はどうもありがとうございました